はい、なんかね、今日はもうイベント盛りだくさんで、もうスピーチーズの1回目のライブも終わったんですけれども、なんかちっちゃいお子さんがね、すごく走ってるのを見るとね、すごくなんか嬉しい気分にもなりますし、すごくね、天気も恵まれたので、今日はいい競輪日和、イベント日和なんじゃないかなと思っています。今日と明日イベント盛りだくさんですので、皆さんと一緒に楽しめればなと思っています。さてさて、ここ高松競輪場さんはですね、約1年ぶりに来させていただいたんですけれども、その1年前はですね、あのスピーチーズとしての最後のステージをこのステージでやらせていただきまして、もうすごくね、思い出に残る、たくさん泣いたし、たくさん笑ったし、すごいたくさんの愛をもらった、そんなステージなんですけれども、ね、あのご存知の方もいらっしゃると思いますが、私はですね、今年の3月31日でスピードチャンネルを卒業させていただくことになりました。それまではですね、あのまだ2ヶ月あります。たくさんの、今日と明日もありますし、別のたくさんの、ね、競輪場さんにも遊びに行かせていただきますので、それまで変わらず温かく応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、本来ならですね、ちょっとこの後にもう1曲ワンステージで2曲披露させていただくんですけれども、ちょっと本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと声の調子がちょっとね、気づいてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、声の調子が良くないので、今日は1曲だけの披露とさせていただきます。すいません。今日はですね、この後、1レース8レース挟んで9レース発売中にもう一度こちらのステージにスピーチーズ遊びに行きますので、ぜひこちらのステージ前にまたお集まりいただければと思います。明日はですね、2レース発売中にスピーチーズ、6レース発売中と11レース発売中に、私もう一度ライブさせていただきます。明日までにはちょっと元気になって帰ってきますので、今日と明日最後の最後まで楽しんでいただいて、明日もこちらの高松競輪場に足を運んでいただければなと思います。本日は本当にこんな声ですいませんでした。寒い中ご覧いただき本当にありがとうございました。以上、永田真由子でした。